日本大分県大分市佐賀の関佐賀の関は、大分県大分市の大技。旧北天部郡佐賀の関町時代の大技名は関で、あったが、大分市との合併後の2006年4月1日に、現在の大技名に改称した。2014年7月31日現在の人口は3211人。郵便番号879-2201。大分市内の地区の区分では、 佐賀の関地区に属する。旧北天辺郡佐賀の関町のうちで、佐賀の関半島の先端から、半島のくびれた部分に位置する、佐賀の関港付近にかけての区域である。阿佐駅の南方では白木、西方では周期にそれぞれ隣接しており、北方では別府湾、南東方では薄木湾に面する。また、半島の先端部は方余海峡に面する。 200メートルの巨大煙突を持つ、同性燃料のパンパシフィックカッパー、佐賀の関清連所のある、佐賀の関港と、関やじ、関鯖をはじめとした、高品質な水産品の水揚げ港である、佐賀の関漁港を中心とする地区であり、古くから旧佐賀の関町の中心部として栄えた。また、佐賀の関港と四国、佐田岬崎の三機港の間には、国道94フェリーが就航している。 大分市中心部方面からのアクセス道である国道197号は、かつては曲がりくねった見通しの悪い一本堂であったが、小宮昇周機バイパスの改通等により改良が進んでいる。かつては旧国道197号と並行するように、日本工業佐賀の関鉄道も運行されていた。近年では旧佐賀の関町の内半島の先端に近い佐賀の関地区よりも、 付け根に近い JR 九州西崎駅近辺の神崎地区の方が、宅地開発により急速に活性化している。佐賀の関は、中世においては、1364年に大友市、第八代当主大友市寺により大友市の直轄領に組み込まれ、遅くとも15世紀前半には、大友市の水軍の中核であった若林市の事業地となった。大友市、 第22代当主、大友義宗は1588年に11カ条から、なる佐賀の関八ッを発給し、佐賀の関の町立や土寮校等について定めている。中世には、現在の佐賀の関港は上浦または西の浦、現在の佐賀の関漁港は下浦または南浦と呼ばれていた。大友市海域後、近世においては佐賀の関は熊本藩の飛び地となった。 近代には、旧日本工業佐賀の関清連所の企業浄化町として栄え、特に高度経済成長期までは、大分県内でも屈指の人口密度を誇る地域であった。しかし、近年は、若者離れによる高齢化、過疎化が著しく、2005年1月1日をもって、大分市に編入が併した。これにより、佐賀の関という地名は一旦は消滅したが、 地域住民の熱意により2006年4月1日に、旧庁の中心部であった関地区の大技名が、館から佐賀の関に変更され復活した。黒が浜。中央区の島は高島。ありがとうございます。